高さにアップグレードと、これはねもうタイツにオーバーパーツでしょ、サイドの開くオーバーパーツ、フルオープン、うん、でギャマ歩きって基本的にはやってないですよね。やってないです。で多分着せると歩きにくくなるでしょ。うん、着せるとっていうのはいっぱい着せちゃうと、いっぱい着せればいい。で、あのね、ハードシェルとソフトシェルっていうのがあって、ええ、ジャージで動くかスーツで動くかみたいな感じ。いや、だいぶ違うんですね。そう。なんですか、で、例えば風吹いてないし、ええ、ね、雨降ってないし、雪降ってない時に、スーツ着るかみたいな。で、一応、そう、これハードシェル。で、これも伸びるから、またすごくいいんですけど。で、一応スタンダードっていうのは、サイドフルオープンで。うわ、すごい。フルなんですか。うん。開けれるものっていうのを選んでる。で、僕らは、例えばアプローチの段階で全部持ってるからって全部着ないんですよ。で、下で温度が高いところだったら、そんなの着なくたっていいので。ペロッって言って、でこのまま状態で履いていくんですよ。なんすかそれ、そんな風に感じなんですか、うん、で風強かったらこれをかけるんだけど、例えば下で行動するんだったら今はもうパワーストのタイツとこのぐらいのソフトシェルパンツ進んでる。すごい、足上げがもう全然変わってきちゃうんで。なるほど、もうおしゃれな、もうおすすめで。だからね、これもあった方がいいですよ。ええ、じゃあこれこういう組み合わせとかがいいよね、うん、でもこれも必要なんで、パワーストも必要なんで、これ3つあれば、うん、僕なんかはズボンは3枚終わり。はい、じゃあそれで、クラブさんこれにこれでしょ、だから、うん、でインナーダウン入れるか入れないかでしょ、入れないで、普通、まあ日本だったらこれにこれで終わっちゃう。夏だったら結構寒いんで、まあ微妙です。で、これがいいのはさっきの鎧のズボンもあるんですけど、軽いんですよ。あ、こっちが。そう、軽い。で、足上げもさ、こいつ一応ストレッチするんですよ、生意気にも。だから、すごく履きやすいんで、この組み合わせでまず言っといてもらえばもう絶対こけようがない。あ、じゃあもうお願いします。で、これで、今度暑かった時にはこれでさっきの今の、あのパタゴニアのドットになってるやつありましたよね。グレーの、ああ、これですね、これのタイツもあるの。へえ。だから暑かったらこっちを、そうね、あのね、薄手と厚手であった方がいい。そう、2枚あるゆくゆくは。あ、じゃあ長い遠征だとかだと、ほら、日帰りのやつがあったけど一泊使ったことかじゃないから長いんで、脱いじゃっていいですよ、ね、あ、そうそう、うん、どうせなら必要になったらば全部、うん、糸おろす、糸おろし、薄い厚で、で、これなんかは、まあ海外行くようになったら1枚で足んないから、足んないっすね、着替えが1個ないとやっぱり臭くなっちゃうんで何枚かは多分必要になる。だからまずご試食で一番ベストなとこを進めとけばいいですよ、1個ずつでいいですよね、とりあえず。で、海外行くときにまた、はい、ベースをパワー、キャップ4のキャップ4にして、で、中は、ピトンで、フリースは、パワーストレッチ、それでズボンはこの組み合わせ全部フィッティング見てやって、俺コピー取ってくるから今、はい、じゃあ今うちのバントさせてもらって、はい、じゃあ今脱いでいいですか、はい。